セパラーゼ、または、セパレースは、コヒーシンを、加水分解することであり、糸分裂の後期の開始を、担うシステインプロテアーゼである。コヒーシンは、後期の初期段階で、姉妹染色分体の結合になっている、タンパク質である。セパラーゼは、人では、エスプル1遺伝子に行動される。セパリンとも呼ばれる。質が応募、サッカロミセスセラビカでは、 セッパラーゼは ESP1 遺伝子によってードされる。ESP1 は1998年にキムナ・スミス、ラによって発見された。酵母のコヒー新複合体は SCC1 を含む特殊なタンパク質から構成される。後期以前には、姉妹染色分体間は安定に接着し、そして後期の間に適切に分離することは、細胞分裂と染色体の遺伝に重要である。 出荷工母では、セパラーゼ ESP1 は、セキュリン PDS1 によって調節される。二つの姉妹染色分体は、後期の開始までは、コヒー新複合体によって結びつけられているが、後期には、防水体が二つの染色分体を引き離し、二つの娘細胞には等しい数の姉妹染色分体が、残される。二つの姉妹染色分体に結合し、 姉妹染色分体の早期分離を防ぐタンパク質はコヒージンタンパク質ファミリーを構成する。こうした姉妹染色分体間の接着に重要なコヒージンタンパク質の一つが SCC1 である。ESP1 はコヒージンのサブユニット SCC1 を切断し後期の開始時点で姉妹染色分体の分離を可能にする。脊椎動物では 姉妹染色分体間の接着は異なる機構による2段階で解除される。最初の段階はコヒーシン複合体のスタック1、またはスタック2のリン酸化が関わるものである。2段階目はセパラーゼによるコヒーシンサブユニット SCC1 の切断が関わるものであり、姉妹染色分体の最終的な分離が開始される。後期のスイッチ的活性化を導く。 フィードバックループからなる、ネットワーク細胞が分裂していない時には、セパラーゼによるコヒーシンの切断は、セキュリンとの結合とサイクリン、CDK 複合体によるリン酸化によって防がれており、コヒーシンの不適切な切断を防ぐ負の調節は2つの階層で行われている。またセパラーゼは、まずセキュリンセパラーゼ複合体を形成しなければ、機能できない。これは、リンが、 セパラーゼが機能的なコンフォーメーションへ正しくホールディングするのを助けているためである。しかしながら、工房では、セキュリンを結出しても後期が開始されることから、機能的なセパラーゼの形成に、セキュリンは必要ではないようである。後期へのシグナルに際して、セキュリンは APC-CDC-20 複合体によって、指揮沈下されて、加水分解され、セパラーゼを放出する。 その後、活性化されたセパラーゼは SCC1 を切断し、姉妹染色分体を解放する。セパラーゼは、後期の初期に CDC14 の活性化を開始する。CDC14 は、セキュリンを脱輪酸化し、AAPC の機質としての分解効率を増大させる。このポジティブフィードバックループの存在によって、 後期の開始によりスイッチ的な挙動がもたらされていると想定されている。セキュリンとセパラーゼが関与する後期のスイッチ的活性化を導く想定ネットワーク。ありがとうございます。